はい、ラッキーカラー緑の浅地陽介くんです。はい、いろいろねここからいろんなこと聞いていきたいんですけど、はい、まあゴルフを始めたきっかけっていうのは何ですか。最初、まあ、僕は6歳の頃なんですけど、テレビで、タイガー・ウッズがちょうど出てて、それを見てかっこいいなと思って。タイガー・ウッズ。そう、タイガー・ウッズですね。そっから6歳って何年前だ。13年前。2000年。タイガーめっちゃ強い時。だからタイガーが多分ね、その年の全米オープンだったと思うんですけど。そうそう。だからペブルビーチ。ペブルビーチね。そうそう、2000年。ぶっちぎりで勝った時です。多分その時だったんですけど。はい、あれを見て。それで、もう、まあ、かっこいいなと思って。で、まあ最初はもう本当に、まあ遊びというか、本当に週1回練習場行くみたいな、そういう感じから始めました。へぇ、はい、で、まあとことんハマってって。そうですね。今なんかこう憧れの選手とかいるんですか。憧れの選手、そうですね、まあやっぱタイガー・ウッズ。タイガー・ウッズですよね。もうやっぱりそのゴルフを始めるきっかけにもなってくれて、でまあやっぱりタイガー自身もやっぱり、まあ僕はよく知らないですけど、スランプとかいろいろあって、それでもやっぱりこうまた這い上がってくる。なるほどね。やっぱそういうとこが本当すごいかっこいいですよね。確かに、まあカリスマ的にもやっぱすごいよね。いやもう、ゴルフ界の、もう神様ですよね。神様だね。本当に、ちょうど浅地くんの年代からしたらやっぱタイガー絶頂期の時だもんね、初めて。だから、僕らが本当にタイガー世代というか、もう本当にタイガーを見て育った。見たことある生タイガー。僕はあの一回その石川先輩の、テレビマッチ、それで2ホール一緒に回させて。一緒に回ったの。回った。すごい。すごかったですよ。あ、そう、はい、何がすごかったの。いや、まずオーラが、本当にオーラってあるんだなと思って。あ、見えるっす。なるほどね。タイガーの周りに。タイガーのこう、もうタイガー、オーラみたいな。そう。喋ったんすか。喋ったっていうか、もうだから、本当緊張しちゃって。それするよね、憧れの選手で。今までにないぐらい緊張だった。あ、そう、でも後にも先にもない緊張だ。そうそうそう。へえ、すごい。タイガーにもし本戦で、まあ憧れの存在だけど優勝争いした時に戦わなきゃいけないじゃない。そしたらパワーゲームでやっぱり正直ね、やっぱり絶対無理っすね。じゃあそこをあえて浅地陽介ゴルフで行くならば、どこをポイントに。ポイントですか、タイガーに勝つためには。まあ、やっぱり、そのショットの精度とか。その曲がらないドライバーとか。おー、なるほど。で絶対にグリーン外さないアイアン。そして、まあ、まあ全部入るってわけじゃないですけど、まあ、大体、まあ、5メーター結構の確率で入るパターンとか、そういうところで、やっていかないと。なるほどね。僕の場合は絶対に通用しないと思うんで。で裏を返すと、その浅地選手 の、 その強みっていう部分は、今のポイントの中で言えばその正確性ってことが一番に挙げられる。そうですね、まあ、やっぱりそのショットの正確性というか、まあ、狙ったところに打つっていうその自信は結構あります。ああ、なるほどね、はい、そこ今の、浅地選手 の、 その武器というか。そうですね、今、まあ、まだでもその、武器ですけど、まあ、そんなにこういい武器じゃないんで、もっとこう、まあ、磨いてる最中だね。磨いていかないと。そうだね、クオリティを上げて。そうそうそう。そのためにこうやって毎日毎ほとんど毎日クラブは握ってる感じ。いや、絶対握りますね。あ、そうなんだ。あの、ショットをしないにしても絶対パターか何か絶対こうやって365日。はい。あ、そう、すごいな。へ、やってないと不安になっちゃうんですよね。不安になっちゃうんだ、はい、あ、昔からもう毎日毎日練習して、こう上手くなってきたんで。なるほどね、はい、なんか1日2日もクラブ握んないと下手になった気持ちになっちゃうってこと。なります、なります。あ、そう、はい、だから本当正月、明けましておめでとうっつって、初詣行って、で来ますからね。あ、そう。好きだねって言われたから。はい、もう来てないよっつって。あ、そう。はい、今田選手なんかどうですか。今田さんはやっぱりもう、まあ、アメリカでずっとプレーして、その中でシードずっと保ってきたじゃないですか。はいはいはい、やっ
ぱそういうの見てて、うん、その、まあ、中学校で、うん、まあ一人で歩いてって、ね、14歳で、うん、もうそのなんていうんですか、その強心臓というか、うん、そこに憧れますね。その度胸みたいなところがね、はい、とかやっぱりその、まあ、プレースタイルも似てるっていうのもあって、うんうんうん、結構アプローチとか、うん、まあその映像でしか見れないですけど、うん、見て、うん、こういう風に打つんだとか、あ、研究したり、研究したりしてました、はい、今言葉に出たそのアメリカっていう、うんうん、まあ、場所ですけど、はい、いかがですか。いや、 やっぱり、うん、まあ、いつでもいいんで、うん、行きたいです。やっぱり、はい、あそこ、まあ、今世界でトップレベルの人がどうしてもやっぱアメリカに、ね、集まるから、はい、そこで僕もね、その浅地選手の正確なショットと、うん、巧みなウェッジワークというかね、はい、100ヤード以内の、はい、プレー見てみたいですね。そうですね、本当に、まあ、まだそこまで想像できてないですけど、うんうんうん、自分の中で、はいはい、でもいつかは絶対その行って、うん、まあ、その優勝というか、まあ、活躍できたら、うん、ね、いいですね、いいです、いいかなって。確かに、はい。